指揮官様ここにいらっしゃったのは、もしやご視察のためですかああ、天城のことでしたらご心配に及びません。指揮官様と赤木の約束通り、養生させていただいております。<laughs> 指揮官様海に行かないのですか私のことは気にせず。 みんなと楽しんでいらっしゃいません。赤木に伝言ですかええ。おっしゃってくだされば、あの子に何でもお伝えしますが、指揮官様ご自身がお伝えした方が効果的だと思いますわ。指揮官様も、その方が楽しめるかと。違いますか <laughs> 加賀の妹。 相変わらず絵が上手で、うちの赤木は、うんうん、赤木も赤木で、可愛げがありますわ。もともと運動に増えたな体のせいで、ご迷惑を。指揮官様、お付き合いいただき、お礼申し上げます。軽食でもお召し上がりになりますか加賀たちと準備していたものがございます。 指揮官様がいらっしゃることを想定して、お好みの献立も用意させております。<laughs> どこにも行きませんわ。指揮官様と赤木がそう望んでいますもの。指揮官様これはいささか人目に気を配っておくべきかと。任務は天城にお任せくださいませ。 任務報酬です。ご確認くださいませ。新しいお手紙いい情報でございます。どうかご心配なさらず。ご無事で何よりです。母校の仲間たちも指揮官様の帰還を心待ちにしておりました。指揮官様、委託が完了しましたわ。支度が終わり次第、委託の子たちを 直接こちらにお呼びしましょうか。まずは人形を構築しましょう。<laughs> <laughs> 少し風に当たりすぎたのかしら。